So today I'm on a mission to the north part of Okinawa where I will meet the Instagrammer Mango Oji. He's a farmer in the north part. He farms really high quality mangoes, premium mangoes, and he sells it all over Okinawa and probably all over Japan. I don't really know about that point that much. So the other day I sent him a message and told him if he was willing to let me do some filming and to meet him, and if he could tell me a little bit about his job and yeah, you know, all the details about the mango thingy, mango agriculture. And he was willing, so I'm heading there right now to see the place, to speak with him. He's super interesting, by the way. The content he puts in Instagram is super fun, so I'm super happy that he agreed to meet, and let's see how it goes. あ、どうもー、こんにちは。じゃあ、皆様、今日はマンゴージーとお話ししております。じゃあ、マンゴージー、ちょっとおしこ自己紹介でお願いします。自己紹介、軽くで。マンゴージーはですね、今年5月で55を迎えたマンゴージーです。よし、いい天気だな、おい。よっしゃー、キャー、マンゴージー、助けてー。マンゴーが悲鳴を上げて、さあ、マンゴージー、出陣、マンゴージーに変身。沖縄マンゴージー参上。マンゴー待ってろよ。マンゴーの三大大敵、その一、雑草。大敵その二、炭疽病。大敵その三、虫やバッタ、マンゴー爆弾。これでマンゴーの安全は守られた。おいしいマンゴーを全国へお届け。まだまだパワフルですけど、もともとはね、何分ぐらい喋っていいのこれ。適当に12で、はい。本業はですね、今までブライダル業、結婚式をもう18の頃から37年間いまだにやってます。あ、まだやってます。はい。で、沖縄リゾートウェディング協会っていう、まあ、県外各地からね、全国から、まあ、コロナ前までは海外からも、新郎新婦を誘致して、なんて言うんだろう、最初は結婚式に来てくださいと。で、結婚式終わったらもうあとは自分で遊んでねっていうことだったんだけど、いや、マンゴーカフェもしたいなとか、あと、まあ、マリンスポーツも、まあ、いろいろね、自分たちで結婚式の後は自分たちで手配して遊んでねじゃなくて、まあ、おじいのところに来たら、全部もうこの2泊3日3泊4日遊べるように作り上げようかなっていう一環でこのマンゴー農園っていうのを買い取って、まあ、まだマンゴーカフェするにはまだ至ってはいないんだけれど。予定やね。はい、予定予定。そうそうそう。いいね。メイビーね。はい、で、まあ、その一環でこのマンゴーおじっていうキャラクターが去年の年末に出来上がりまして、まあ、インスタグラムを開設した時にアカウント名を何にしようかなと思ってひらめいたのがマンゴーおじ。マンゴーマンゴーおじ。マンゴーマンゴーマンゴーおじ。元部にあるハワイアンカフェのモクレレさんっていうところに、まあ、うちのマンゴーをおろしていて、そこでマンゴーサンド、マンゴーのクリームサンド、はい、めっちゃうまいのよ。あ、そうですか。そういったところでまた二次加工して出してもらったりで、まあ、もちろん直接お客様への直送販売が、まあ、ほぼほぼ9割以上なんだけど、はい、箱詰め、キャップ、これはキャップね。はい、まずそこにこのクッション、あ、クッションと呼ばれるものを敷いて、さらにこのマンゴーにこのキャップ、はい、帽子ね、この一つ一つで傷つけないように、はい、そして最後に取り出したりするがこの沖縄マンゴージー、かわいいですね。はい、マンゴージーのロゴ、これを一個一個貼っていきます。はい、こうやって蓋をして、はい、
ですね。はい、これで完成。なるほど。でこれは全国に送ります。そうそうそう。ちなみに、うん、こういうみたいの箱はいくらになりますか。これのセット、はい、このセットは、6500円です。 2kg。 くるりんぱってひっくり返して、うん、いい感じですね。これダイヤモンドカット。あとはこだわりとか、別の育ててるマンゴーの人たちとかは、うん、おじいだけしかやってないとかありますか。まあもともとこのマンゴーおじいっていうキャラクター作ったのも、他のマンゴー農家さんとも一緒に、まあ、沖縄県産マンゴーを盛り上げようと、まあ、今の宮崎マンゴーとか、まあ、そっちの方がわりかし高級でちょっと売られてますけど、やっぱりこのボイラーとかじゃなく沖縄のこの自然光太陽光を浴びた沖縄マンゴーをもっともっと、まあ、今でも認知はされてるけどさらに確固たる地位にしたいなというので、まずはマンゴージーというキャラクターを作りました。でこれからですね、まあ、マンゴーの方も来年は、まあ、協力し合いながらやっていくのと、あとはこのマンゴーレンジャーだけじゃなく、さっき変身したでしょでこれが沖縄フルーツレンジャーということで、スイカレンジャー、パッションレンジャー、いろいろやりたいですね。パインレンジャー、ね、まあ、いっぱいこの沖縄フルーツをまた盛り上げたいと思ってるわけ。で何年前から始めました。実質は4年前ですね。あ、4年前。4年前にこのもともとやってるおばあちゃんがいたんだけど、もうご高齢で、まあ、体がきついっていうので、まあ、譲り受けて購入して、うん、実質、まあ、やったのは3年前からかな。はい、3年前がフルタイム、はい、まあフルタイムじゃないんですね。そうだね、1年間はお試しで、はいはい、試しでこっちがやれるのか、向こうもやれない人には売れないよっていうので、もう完全にフルタイムでいきますね。そうそうそう、こういう状態すごいですね。で去年はまあ不慣れなせいもあって、1年目2年目はもう勉強中で、はい、去年は不作でした。あ、はい。でもうこの2年間の勉強期間を経て、来年に向けてっても選定やらを早めにして今年大豊作です。早い。あ、足元に乗るけど、こんな感じで収穫してます。じゃあ早速もうマンゴー、はい、ハウスを見に行きましょうかね。スペイン人っていうか誰だろうと思って、まあ、一応スペイン人でございます。おー、すごいですね。もうだんだん、もう半分ぐらいは落ちてきてるのかな、もう。はあ、すごいですね。でここはレッドキーツっていう品種で、はい、ちょっとね、もうこの辺取ったら分かると思うんだけど、ちょっと大きい、でっかいですね。でっかいのよね、これは。700g ぐらいですかね。 700g はあるはずね。あとで中で今日落ちたものとか見せましょうね。はい。あれ、なんで開かないんだ、これは。ごゆっくり大丈夫ですよ、はい、待てよ。暑いね、ここ実は。もう大きいの、もっとこっちの方が大きいかな。すごいですね。この辺 でかいと思うんだよね。ちょっと1個外しますね。なんでペーパーの箱の中、これは日焼けから守るのと、あ、日焼けですね。これ傘掛けって言って、はははは、日焼けから守るやつと、虫関係ではなく、うんうん、日焼けだけ。こんな感じで、ね、もうでっかいよ。もうでっかいですね。手のひらサイズぐらいで、袋は今度実になったらポトンと落ちるから、この袋で受ける。なるほどね。そう、もう下にダンとしたらまたそこから傷んでしまうので、はい、衝撃で。一番大変ところは何でしょうか、マンゴー育てる。はい、まあ除草剤やらなくまかないので、もう前もこういった 太陽が出てくると、もう1週間で雑草が伸びてしまうので、うんうんうん、もう雑草を刈ったりむしったりっていう、まあ三大大敵の最初に雑草をあげたのは、もう雑草が日々の戦いですね。ああ、確かに。例えば嵐とか、そういう台風とかは大変ですよね。うん、台風はまあビニール張ってるんだけど、まあ、風速60メートルぐらいまでは耐えられるので、あ、結構強いですね。直撃で、まあ、70メートル級以上が来るとまだ経験はないので、あ、まだ当たってはいる。直撃はなかなか最近沖縄ないので大丈夫なんだけど、まあ確かに台風が怖いっちゃ怖いいつからスタート、基本的に夜明けとともにね、もう涼しい時間帯に、マンゴーをもうポトリと完熟で袋に落ちたマンゴーを集めて、でもう7時半8時と暑くなってくると、もう集荷場に取ってきたマンゴーを
袋から取り出して一個一個丁寧に拭いて、汚れとか蜜とかを拭いて並べて、今度大きさとか色形を選別で、これによって1キロとか2キロとかこのマンゴーを今度箱詰め、はい、まあそれやって発送の準備してやっと終わりっていう1日の作業は。中の温度はいくらですか？もう40度近い、もうサウナ状態だから、もういるだけで、さっき体験したけど、もうカメラもやばくなるぐらい。そう、カメラ死にました、実は。チェンジしないとあいかないんでした、ね。はい。熱でカメラもやられるぐらい、人もやられます。いやー、ずっとやばいですね。体力はあるんですね、この仕事で。はい、体力は必要ですよ。うん。いい感じですね、これ。ダイヤモンドカット。いいですか？じゃあ、はい、どうぞ。いただきます。はい。もちろん種もあるよ。うん。やべえ。行ってよかった。うん、確かにうめえ。こんなに東京で食べられないな。ジューシーでしょ。うん。ダイヤモンドカットって言って、このダイヤのようにダイヤ型ね。綺麗。ダイヤモンドカット。うん。レッドキウチはまた甘いから、あのアーウィンはアップルマンゴーと呼ばれるのは甘みと酸味、多少の酸味はあるけど、はい、またレッドキウチは甘みが強い、酸味より本当にうまい。皆さんぜひ注文してください、はい、マンゴージのマンゴーでーすで、ぜひ皆さん、マンゴージインスタグラムで販売してるんで、よかったらぜひ頼んでください。マンゴージです、よろしく全国で全力でお届けします。ありがとうございます。じゃあありがとうございました。はい、またね。マンゴー王に変身、今にキラーマンゴー王参上。